僕の名前は小次郎。天下の大剣豪、佐々木小次郎と同じ名前の小次郎さ。今日も新しいバイトに来ている。しかし前回の新選組のバイトは本当に肌に合わなかった。寒気がするよ。今回はかなり退屈そうな仕事を選んでみたんだ。見てほしい。錆びれた射的場のバイトさ。ここの受付をしている。今のところお客様は誰も来ない。なんて退屈な仕事なんだ。しかし、こんな無駄な場所にこんな無駄なものを作った人ってよっぽど暇人なんだろうな。僕でさえちょっと感覚を疑うよ。ああ、サナさんは元気にしてるかな。やっぱりこのバイトももう飽きてきたな。そろそろ帰ろう。難易度、宵闇である浪人、よろしくお願いします。今日も、実は使ったことない流派でやっていきます。こちらです。大太刀の柳生新陰流。徳川さんのね、流派らしいんですけど、これをね、今日は使って遊んでいきます。まあ、大太刀はね、もともと強いんで、攻撃力が。まあ、無双してしまうだろうなと思ってますけど、通常攻撃はこんな感じ。まあ、非常にいいですね。振りやすい。まあ、でも突出すべきは戦技1なんですよ。こちらです。ぐるんぐるんぐるん、これやばいっしょこれ絶対強いと思うんだよね。で、連続攻撃からまあつなげると良さそうかなっていう戦技にはこちらです。ドスン。これは、ね、多分ね、単発だとちょっと当てづらいと思うんで、まあ切ってからドスンとかね、こんな感じがいいと思います。はい、これでね、今日は、まあ、バシバシいっていきたいと思います。で、今日やりたいことは、まず2つあります。あ、1つかなですね、新選組潜入編の続きです。そこをやっていきます。どうやらね、斎藤はじめが裏切り者がいると言ってるので、そいつをきりにね、新選組の大使に扮してやっていくみたいな感じ。はまった、あれなんですけど、まぁ、ちょっとね、試し切りを探しに行きたいですね。あれ、前回イベントでやったさ、村マサーズの村マサじゃない？マップに載ってないけど、そうだよね、あれ多分。え？白川ってとこにいますよ、白川ね。イベントをやらないと出てこないのかな？ここになんかいるね。村マサーズ。新人 YouTuber。村マサーズの村マサですね、多分。あれ。多分そうだと思うけど、違うのかな？近づかないとわかんないですね。まあ、背後を取ればわかると思う。どうだろう？ちょっと後ろから。村マサーズの村マサなのかな、これ。ぽいけどね。そうだ。村マサーズの村マサだ。あ、こいつこんなとこでいいんだ。倒しちゃっていいのかな。じゃあせっかくなんで試し切り使わせてもらいましょうか。見つけたんでね。さあ、徳川流。徳川の方。柳生新陰流。食らうか。おら、出せ出せ出せ。あ、強いな。こいつ多分村、強っ。やばい。村マサ強いな。普通に妖刀を持ってるんですよ、こいつ。おお、まあ不利ってことですね、こっちがね。はいはい、出す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 。いや、強いな、これ戦技が。やっぱり戦技が強いですね。次の戦技にもやっていきたいですね。戦技には引き込んでいきます。いや、でもどうだろう、一回引き込んで、ここ今入ったのか。入ったっぽいな、入ったっぽいけど、あんまり。はいはい、オッケー。よいしょ、どうすん。あ、まあまあいいですね。1595、結構強いですね。俺の中では破格な強さ。はい、どうすん。やっぱりちょっと離れられると食らないですね。やっぱりぐるぐるが強いか。はい、いてててててて。はい、あ、嘘。今の取れないのか。今の取れないのダサいですね。はい、おい、それお前にはふさわしくないだろうな、多分な。お前、村マサーズもさ、2人どうしたんだよ。まさかやっちまったのか、こいつ。YouTuber グループを組むって言ってね、前回言ってたんですよ。ちょ、意味わかんないけど、あの、それはもう、あの、俺の中での浪人の話だから。こっから見た人、意味がわかんないから。意味わかんないと思うけど、気にしないでください。はい、ここです。いくぞ、ぐるんぐるんぐるんからの、ドスン。くらえ。あー、結構硬いな、こいつ。なかなか硬いですね。だが、
野球進化系で強いな、これ普通に。これ使いやすいですね。大立ちが苦手な人も使いやすいかもしれない。これは前に直進していくから自然とね、だどんどん攻撃が当たる。はい、残念。ドスンドスン、これ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 強いですね。推進力がすごい。うおし、おお、妖刀を裏さ手に入れたぞ。やっぱこいつ、あ、これで手に入れるようになってたのかな、もしかしてね。前回私、あ、じゃあもうあれですね、新人 YouTuber グループ村マサーズは解散です。おお、ちゃんと村マサーしてるな。なんか波打ってるもんね、刀にね。でもあれなんだね、うちのルカちゃんが持つと目が全く大丈夫ですね。精神力というよりもね、多分あれなんですよ、これ多分飲まれちゃうってことでしょ。人切りの血に飲まれちゃうみたいな。うちのルカちゃん多分そういうの興味ないんですよ、うん、基本的に何、なんで冒険してるかもよく分かってないんで。今私の後ろにいるあなた、そうあなたよ。怖いからもうこのまま心の声で話しかけてるけど、目の前に変なおじいさんいるでしょ。これ私の死んだお父さんなの。出てきちゃったのよ、昼間から。酒を飲みすぎてね、滑って転んで頭を打って死んじゃったんだけど、まさかこんな形でまた出てくるとは思わなかったわ。怖いから、あなた塩持ってない？うちのお父さんね、高血圧だったから塩とかダメだったの。あと塩ってお清めにいいって言うでしょ。もし持ってたら、あなた今目の前にいるこの私のお父さんに塩をぶっかけてくんないかしら。しかし怖いわ、昼間からこんな風に出てくるのね。私霊感ないと思ってたのに、初めて見たのが自分のお父さんの霊だなんて皮肉なもんね。とにかく塩を持ってらっしゃい。なんかね、浪人で登録してくれてる人が結構多くて、でその途中途中でね、変な小ネタが入るんですけど、あれは僕の中で浪人の中に出てくるオリジナル NPC キャラっていうイメージでやってますんで、そこだけね覚えておいてください。うん、まあどうでもいい話なんだけどね、これ。うん、笑えるのがいいでしょ。で、そういうネタ、結構小ネタが好きなんで小ネタを使ってるのと、あと僕は普段ですね、ソウルライクとか死にゲーをよくやるんですね。まあむしろそればっかりやるんですけど、なので、おお、なんだ、宝があるぞ。フロムゲーとかね、エルデンリングとかが本当は中心なんですけど、まあこういうローニンみたいな、こういう死にゲーも非常に楽しく遊ぶと。はい、覚えててください。そういう人です。はい、ではサクッとね、軽い自己紹介が終わったところで、それでは新選組のね、裏切り者を叩っ切りに行きましょう。先輩、来ましたよ。来たか。はい、来ました。移動に従う連中が集まってきたら。わかりました、新選組の裏切り者。あんたにとっては初の任務だ。新選組としてほふりたいと思います。え、聞きたいこと特にない。さあ来ましたね。どうやら東堂とかも出てくるみたいよ。なんか裏切り者は一人じゃないみたい、新選組の。だから結構ね、戦いは激化するみたいな感じのこと言われましたね。というわけで、まあ、今回はね、徒党はね、ちょっとこれ悩むとこですよね。まあ、斎藤はじめはやっぱ絶対いるよね。今回新選組の話なんだから、まあ、身内がいないとさ、困っちまうもんね。これ固定なんじゃない？あ、斎藤はじめも外せちゃうんだ。でもまあまあ固定でしょ、これはね。で、まあ、もう一人ですよね。悩むなぁ。いや、結構今回すっげえ使えるな、今回な。ああ、琴ちゃんとか結構久しぶりじゃない？お、ほら、いるじゃん、いるじゃん。加納さん、ジゴロ、ちびすけ、うん、ガキいますね、ガキ。ああ、でもこう、やっぱこう、この人もちょっと使ってみたいな。これ初めてなんですよね。柔道家ね。いや、強そうだな、これな。でもまあ、琴ちゃんも結構久しぶりだからな。サナサナもいいよね。やっぱね。まあまあ、斎藤はじめと、まあ誰を組むか、まあ相性みたいな感じもあると思うんですよね。やっぱ新選組のね、内輪もめなんで、まあそこのケツを誰に吹かせていくかっていうね、ところなんですよね。待て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 、絶対関係ない。
って腰、いや、いいんだって腰勝手に上げなくて。待て待て、絶対関係ないから、お前らマジで普通に。絶対関係ないぞ、もう、毎度関係ないけど、今回に限ってはマジで関係ないぞ。もう、あの、100% を超えて関係ないぞ、お前ら。うん、200、300関係ないからな、言っとくけど。なんだよ、その顔。と、お前らのせいでさ、なんかさ、指示とかがないか、どうしていいかわかん、何やってんの、あいつ、ちょっと待って。え？しばき倒そうかな、あいつ。え？何してる何してる、え、何してる何してる、あいつ。何してる、しばき倒そうかな、あいつ。なるほど、斎藤はじめがいないからどうしていいかわからなくなっているんだな。わからないときは私に聞きなさい。一番年の子だ。ああ、バトル和尚だ。私がじゃあこの状態を解決してやろう。見ていなさい。年の子だ。私が先に言ってやる。鈴木三木三郎を倒せばいいんだ。それすなわち、こういうことさ。喧嘩をやめなさい。喧嘩をやめなさい。うー、喧嘩をやめなさい。やばいやばいやばい。うー、喧嘩をやめなさい。いて、死ぬ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 。ちょっと待って、これ。わはははは、交代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 。いや、めっちゃできるな、これ。え、これ3人でどうにかなる相手なのか。ドンドン。オッケーオッケー、いいよいいよ。強い、この戦技、この戦技強ないか。ダメだ、もう本気でいく、最初から。いけいけいけ、決めろ決めろ。そいざ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 。いや、めっちゃ強いな、この戦技。この戦技だけで勝てんじゃないか。おいおいさおいさおいさ、やばいやばい、真相真相、助けて。いやいや、死んだ死んだ。ちょっと、どうすゴンゾーゴンゾー、助けてあげて。ルカちゃん、助けてあげて。ナイスナイス、ゴンジョーゴンジョーじゃねえよ。あ、ゴンゾー倒れちゃった。おいおいおい、これ鈴木三木三郎じゃない。やばい、ちょっと待って、あれは、あのごっついおじさんは、ごっついおじさんどこ行った。角はめされてる。おい、こっちのおじさん、なんとかしろ。ちょっとちょっと、分かった分かった、あとで十分やってる。こんぞこんぞ、めちゃめちゃ乱戦なんだけど、これなんなのこれ。よし、けけけけ、やっぱ強いですね、この戦技ね。これ誰、これ誰、東堂平介じゃないのこれ。東堂平介じゃないの。こいつやれ、こいつやれ、これ、これ、三木三郎。どれが三木三郎。いやー、まっかぶねー。ごっつおじさんは、ごっつおじさんやられそうじゃん。これ三木三郎。おしよし、どけ、あくそ、取れなかった。ぐちゃぐちゃなんだけども、これは三木さん、この雑魚をまずは、まずは片付けたいと所存でございます。この雑魚を片付けよう。こいつ片付ければ三木三郎を倒せそうだな。ドゥー、オッケーオッケーオッケー。おしよし、三木三郎俺が倒そう、ルカちゃんが倒そう。やばい、もう回復がない、マジで。普通に、はいはいはい、ダリーなおめえ、はいはいはい、いやー、ダメ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 、回復がない回復がない、やばい、回復がない、マジ回復ない、マジ回復ない。お前めっちゃ来るやん。待って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 、ミキ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 待って、ミキ待って、ミキ、オブザイ、ミキ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 、わかった、ミキわかった、ミキ、オブザイ、ミキ待って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 、ミキミキ、はいはいはい、はい、ミキー、どうだった、よしよし、オッケーオッケー、はい、よし、ゴンゾー頑張れ、ここはここはゴンゾー頑張れ、ゴンゾー、ミキ金に行け、ミキ金に行け、ミキどこ行った、回復薬がねえな、
ミキは？いたいた、ミキだ。ミキいますね、そこに。ミキ来るか、ミキ来るか。あ、ミキ気づいてない。待って待って、ミキ気づいてないわ。ちょ、ミキ美味しいな、ミキ美味しいな。これさ、隠れられない、こっちに。こっちに隠れて、ゴンゾーらしい戦い方をしろ。よしよし。あ、もうじいさんも死んだわ。じいさんも死んじまったから、今ゴンゾー一人でしょ。ゴンゾーがここで見せるから、みんな見てて。回復薬なし、ゴンゾー。見せちゃうから、このミキを。あ、来てる来てる来てる。ミキ来てる、隠れろ隠れろ。なんだよ、このミッション。よしよし、ミキが気づいてない。ミキの後ろ取るぞ。ゴンゾー、ミキの後ろ取れ。よしよし、ミキを一撃で、ここで、後ろを取っていく。あ、びっくりした。なんか降りてこなかった、今。でも見つかったんだけど、今、あいつ。はい。はい。惜しい、惜しい、惜しいぞ、惜しいぞ、惜しいぞ。大丈夫、大丈夫。いけるいける、ゴンゾーならいける。はい。はい。はい、オッケー、ナイス。ほいれドゥースドゥイエよしよし、次は平助だ、平助。平助は、わしに任せておき。あ、おお、復活した、復活した。よしよし。ちょっと待って、まずは東堂平助か。なるほど、やつとの、お、やつとの相性は指導が最高にいいんだ。さあ行くぞ、東堂平助。年寄りの一撃食らえ。ドゥ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 、喧嘩をぶらせたい。弾き返していく。うーれ、ケツじゃ、ケツ逃げ、ドゥ、いいぞ、ドゥドゥ。行け、おりゃー、回転徳川の怒り。伊藤さんはここには、もうめちゃめちゃなんだけど、めちゃめちゃなんだけども、あ、死んじゃった。伊藤の居場所を探す。なんか鍵取りましたね。あ、これでボスか、こっちかな。よしよしよし、伊藤がこの先いるのか。危なかったな。まだ大使がいるみたいだぞ。気をつけろよ、お前ら。よし、よくやった、お前ら。よく頑張ったな。よくあのドタバタで倒したな、お前らな。わしに任せなさい。ここは喧嘩が多いからね。私が全てを見せてやろう。喧嘩をやめなさい。喧嘩をやめなさい。おお、ちょっと待って。ここなんかいるな。おっと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 、いますね。中にもいるんじゃないか。いないか。そういう時はこれを使うんだ。スコピンポン。お、ここにもいるな、一人。喧嘩をやめなさい。いいぞ、いいぞ。ゴンゾーやるとすぐだから、ゴンゾーすぐ、キエで戦いに行っちゃうから。お、宝箱ない？美味しい、美味しい。これは絶対いいものあるぞ。中身は何じゃろな。おお、二刀か、いらん。うん、男は拳だ。さ、なんだかんだたどり着きましたね。この人がいるってことは、まあ、ボスなんですよ。なんか片割れとか来そうだな。池田来そうですね、普通にね。だが、ここで負けるわけにいかないんでね。まあ頑張っていきましょうか。さあボス戦です。さあ行くぞ。伊藤さんがいるのかな。さあ伊藤さん、野球進化組のサビになってもらいますよ。伊藤こうしたろ。ああ来てた。なんかザコがいっぱい来たぞ。いてててててて。さあ来いよ。なんだそれ。あ、こいつも達人級だな。結構強いぞ。残念。ああ、スタミナが。待って待って、本当に。はい、残念。おれ、おら、おら、おら。やっぱ強いですね、この戦技。おお、びっくりした、びっくりした。なんかごっつい、ごっつい、なんか筋肉質のおじいさんが走ってきたのかと思ったわ。そうなんだけど。いけ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 。よし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 、次は伊藤こうした。なんだあれ、毒みたいの巻いてあかんな。なるほど、毒をか。くだらん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 。動き早っ。なんだこいつ、動き早いな。残念。はいはい、いてててててやばい、やばいやばいやばい、いてててて、毒だ毒だ、こいつ毒王だ、毒王ダリー。おお、なるほどね。よし、頑張れ頑張れ、じいさん。それなんだそれ、気持ち悪いな。何ばらまいてんだあいつ。うわー、フラッシュバン。この時代にあんのフラッシュバン。オッケー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 、オッケーオッケー。よしよし、やばい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 、毒で死にそう、毒で死にそう。毒強すぎんだけど、普通に。
おい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 、しかもれかもれかもれ、そう、いやあやばい、なんだそれ、うわあ何それ、こいつ強、状態異常の鬼なんだけど、やばいやばい、ルナちゃんだ、どうぞなんとか助けてあげて、ちょこいつは気持ち悪いな、そのビルビルビルってやつ、仕方ない、わしに任せい、行くぞ、時代遅れの侍でしかないな、おお言ってくれたな、だがわしは侍でもない、侍でもなかった場合はどうなってしまうのかな、うう、やってくれる、なるほど、毒か、めめしい男め、そんなものを使わなければわしらに勝てないということか、ドゥ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 、喧嘩をやめなさい、危ない危ない、死んだ死んだ、おい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 、なるほど、やばい危ない、ドゥドゥ、危ない危ない、回復だ、筋肉イズパワー、覚えておけ、毒などそんなもの筋肉の前では、うわビタミン剤に等しいわやめてそれ、その状態異常、山盛り技、よし俺に任しておけ、さあ行くぞ、くぞ、のどち次元流くらえ、キヤー巻き込まれた巻き込まれた、はい、不利ですね、完全にこれは、これは不利ですね、やばいぞ、回復ないぞ、もうゴンゾほっ、ナイスナイス、ドゥドゥ、やばい、来るぞ来るぞ、離れろ離れろ、オンパレード来るぞ、オンパレード来る、状態異常のオンパレード来るぞ、はいはい、やばい、おしおし、変化してけ変化してけ、さあ行くぞ、ノーゴンゾウ、死ぬゴンゾウが、死んだ、いてててじいさん死んだ、やばい、ゴンゾウかじいさんしかもう回復できない、あら回復しやがったあいつ、嘘だろ、ほっだる、じいさんじいさんじいさんだじいさん、ここはじいさん、じいさん行け、チェンジ、ドゥ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 、喧嘩をやめなさい、そしてうれ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 、あーじいさん頑張れじいさん、うー喧嘩をやめなさい強いなこいつこいつが決めるな基本な、じいさんが喧嘩を終わらせていくゲームだねこれね、周りの連中が皆愚物に見えていたんだ、なるほど、全員がバカに見えてたってことだ、無心に幕府に尽くすなど耐えられなかったんだろう、なるほど、自分に力があると勘違いしたのか、加勢してくれて助かったよ、どこ、まあ、ところで新選組を守るだ、いやよかったです、あんたが何者か知らん、一つだけ新選組を語るような真似はもうやめておけ、はい、あそうなんですか、気づいていたのか、もう会えないのか、すまない謝っとこ、うん、長倉さんは謝っとこ、あんたを気に入ってたようだが、すいません、そんなことより大事なことが、いや斉藤はじめさんどこにいたんですかいやここへ来たらね、職案だって言うから仕事を紹介してくれるって聞いたんだけど、ああ特技ですか、特技、寝ることかな、あとそうだな、まトイレだったら丸一日我慢することができるのと、あとお風呂は3週間は入らなくても大丈夫です、それぐらいから特技って言ったら、あとインターネット掲示板でちょっとね、悪口を書き込むこととかですかね。はい。あ、いやいや、家から出たのはもうほんと久しぶりです。3年ぶりでしょうか。でも、さすがに親に迷惑かけちゃいけないかなってことで、仕事をね、探しに来たんですけど、ええ。あ、
腰に実手を入れてる。あ、これはですね、ずいぶん昔の話なんですけど、中学時代に買った、温泉街のお土産のキーホルダーです。はい。いや、かっこいいかなと思って。はい。中学2年のまま、そういうのは全部止まってまして、自分。なんかありますかね、僕に合いそうな仕事。